やりました、やり遂げられました、プロデューサー。この感覚。不思議な感じなんです。自分と周りの垣根がなくなったような、この一体感。今までの私に足りなかったのはこれなんですね。はい、私ずっと自分自身を覆い隠してステージに立っていた気がします。うまくいかなくて当然でした。大切なのは自分をさらけ出すこと。それができなければ声が届くわけない。今日初めてそれができました。人とつながるってこんなにも温かいものなんですね。自由の身、合宿所を卒業ということですか。私が望んでいた形、生活のリズムもレッスンのペースも私の好きに、もう他の誰かに合わせる必要はないんですね。また元の通りに。なのに、それがプロデューサーの判断なら仕方ないですね。仕方ないです。プロデューサー、はい、そうですね、笑わないと。ありがとうございます。そうとも思いませんけど。でも卒業中止ではなく延期ということは、やはりいつかはその日が。アイドルとしての新しい目標、本当の卒業の条件は何ですか。トップアイドル達成したら出ていかなければいけないんですね。はい、それがいいです。やはり卒業は自分でも納得した上でないと。さて、この後はエクストリームライブ達成の式典でしたね。でも祝辞や栄誉よりもはるかに楽しみなことが。私がプロデューサーと一番したいこと、全てのセレモニーが終わったらこの幸せをかみしめて帰りましょう。私たちの家へ、いつでも温かく迎えてくれるあの場所へ。
は最後までお付き合いください。ほんの些細な言葉に傷ついた。だけど甘いもの食べて幸せよ。気まぐれに付き合うのも大変ね。悪いとは思うけどやめられない。男では耐えられない痛みでも女なら耐えられます。強いからライル革命でしょ。笑顔でピース際立つやばいくらいのセクシーポーズ。激しくダンスダンスはっ。あらたくくるっと回ってにゃん。見つめて私だけやばいくらいすごい世界全部見せてはあげない。守るも攻めるも全部気にしたきりだ。もっともっと盛り上がっちゃおう。 We are happy いつだって We are singing 信じてちゃう。きっときっと Happy Spot やってくるよ。今週もご苦労だったね。そして二人目のエクストリームライブ制覇おめでとう。やりましたね。さすがです、プロデューサーさん。うん、だがこれでアイドルの実力とともに君の実力もまた証明されたことになる。そういうことだ。そしてここから先は君にとっても今まで以上に難しい戦いになるだろう。実力者がその実力を示し続けることは決して生易しいことではないからね。でもプロデューサーさんならきっと大丈夫です。ですよね。その息だ。プロデュースの道に終わりはない。これからもよろしく頼むよ。